すげえすげえ。出てきた。おっす。いやーいつも思うんだけどさ、でかい魚って忘れた頃に突然来るよね。最近ね、天気も悪くてあんまり釣りに行けてなかったんですが、まあ今日もね、天気はすごい悪かったんだけどね、内海でなんかいい魚いないかなと思っていたところ、久々にまあまあの魚をゲッツしましたので、最後までご覧ください。いつも言っていることだけども、最後まで諦めない男に海の女神は微笑む。それだけは言っておこう。20キロとか30キロのやつ。はい。あー、根に行かれた。うわー、出てくんの、すげえ、見たことないです。くっそ、すげえ、いるんですね、この辺に。あとね、15メートル上げたら、はい、多分浮き袋出ます。そしたらもう勝ち。マジか。やば。見れるとは。年に数匹しか上がんないですからね。マジですか。あんな突っ込み出すんですね。上がってきた。あれ？でも肌だったらもうバテるんだけどな。もしかして別？え？まあ何にしてもでかいな。とにかくでかいのはでかいっすよ。やば。しんどいなこれ。いやー、ネギ潜られたと思ったけどね、なんとかギリギリ止めた。いや、そうっすね、すげえ。
ギリギリとか。それ細いラインで、そこからよく。もうドラム緩めてもいいんだけど、まだ怖いな。怖いな。こっから一気に5、60メートル走るかもしれない。あ、そうなんですか。ここまでバテてない。あ、これハタじゃねえな。え、じゃあカンパチ。いやー、カンパチだったらあんなもんじゃないから。なんだろう。でもこの辺ででかいのっつったらハタぐらいしかないんですよね。意外とカンパチかな。カンパチも根に入って潜っちゃうの。潜りますよ。何が大変かって、ニンニクのが一番大変だ。あ、まあ、突っ込むのは、でもなんか、中入っちゃう。でっかいのはあんま入んないですけどね。2、3キロぐらいはよく入りますね、すごく。だから、鹿児島とかだと、ちっちゃい韓国のことメイリゴリアンです。あ、そうなんですか。メリゴリアン。そうそうそう。なんだ。ここは、ハチじゃない、これ。カンパじゃないですか。カンパじゃない。こんなのいた、海峡内に。でかい。あ、GT か。ああ、GT だ。 GT ですね。なるほど。うぅ、なるほど。まあ、でかいってでかいけど、いいサイズ。 GT か。だからデニー行かれなかったんだな。なるほどね。でけえ。こんな GT 初めて見た。でも、この GT をこの短時間で撮るっていうのは結構大変。カヤックとかでね、もうこのサイズ20分、30分かけてあげるけどね。こんなに短時間で撮るのは大変ですよ。そうなんですか。そうですよね、さすがに。熱を持ってきてもらっていいですか。あ、はい、そうだ。止めちゃいますよ。はい。くそ、ハトじゃなかったか。いい、最高じゃないですか。ガチで止めてしまったよ、この GT を。確かに。ハトだと思って走らせられたのにな。全然。これ食うんですか。いやー、食わないっす。リリースでいいでしょ。でけえ。でけえ。どう思って。でけえ。でけえ。すげえ、初めて見た。重さを測りたいけど測れるかな。測りで20キロはいってるかいってないかぐらいじゃないかな。いってんじゃないですか。いってないかな。20キロはいってそうな雰囲気ありますけどね。でけえ。すごい。今日も終わり。すげえ。すげえな、よく止めましたね、マジで。いや、ハタだと思ってたから。ああ、止めちゃいましたよ。GT だったらもっとゆっくりやれよかった。確かに。まあでもやっぱね、そう思ってやらないとね。まあまあ、取れないってことですね、ハタだった場合は。ハタだったら、ああ、やらない、取れないです。すげえ。この海峡内いるんですね。 GT は結構いますよ。そうっすか、うん、やべえ。センチあるかですね。確かに。もう体力がないから。これになりますよね、こんなんやったら。でけー。ちょっとこれでも取ってもらう。取ってもらう。何センチか見れば大体の大きさが分かるから。だってメーターぐらいあるんじゃないですか。1メーター。はい、110。105ってとこだから、まあ20キロぐらいじゃない多分。こっちもですね。おそらくね、20キロ。20キロ。ってとこだと思います。うえ、やりましたね。あんまり弱らすと嫌なんでリリースしますね。はい。
20。うよ、おい、ありがとう、よいしょすごい、疲れた旗だと思ってちょっと、いやーかっこいい、上がってます？ちょっとでも今反転されたらもう終わり。あとね15メートル上げたら、はい、記録出ます。うん？したらもう勝ち、勝ち。マジっすか？やば、見れるとは。年に数匹しか。マジっすか。あんな突っ込み方するんですね。上がってきました。上がってきた。あれ？ハトだったらもうバッチリなんだけどな。もしかして別？え？まあ何にしてもでかいな。とにかくでかいのはでかいっす。やば。しんどいなこれ。いやー、ネギ潜れるかと思ったけどね。いやそうっすね。すげえ。この細いラインであそこからよく。ドラグ緩めてもいいんだけどな、まだ怖いな。すげえ。ここから一気に5、60メートル走るかもしれない。あ、そうなんですか。まだそこまで化けてない。あ、これハタじゃねえな。え、じゃあカンパチですか。いや、カンパチだったらあんなもんじゃないから。なるほど。なんだろう。でもこの辺ででかいのっつったらハタぐらいしかないんですよね。意外とカンパチかな。カンパチも根に入って潜っちゃうか。潜りますよ。あ、まあ突っ込むな。でもなんか中入っちゃうぞ。でっかいのはあんま入んないですけどね。3キロぐらいはよく入りますね。すごなんか鹿児島とかだとちっちゃいカンパチのことを練りっていうことです。あ、そうなんですか。あ、練り子的な。ハチじゃないこれ。カンパじゃないですか。カンパじゃないこんなのいたら海峡内に。でかい。あ、GT か。あ、GT だ。GT ですね。なるほど。うぅ、なるほど。まあでかいってでかいけど。 D サイズ GT か。だからデニー行かれなかったんだな。なるほどね。でけえ。こんな GT 初めて見た。でもこの GT をこの短時間で撮るっていうのは結構。そうっすカヤックとかでね、もうこのサイズ20分30分かけてあげるので、ね、こんなに短時間で撮るのは大変ですよ。そうなんですか。いや、そうですよね。さすがに熱を持ってきてもらっていいですか。あ、ネット、はい、そうだ止めちゃいますよ、はい、いや、いいか、止め、でけー、ちょっとこれでも、どうぞ、あ、そう、何センチか見れば大体の大きさが分かるから。よいしょ。いや、ってメーターぐらいあるじゃないですか。110、105ってとこだから、まあ20キロぐらいじゃない多分。落ちますね。おそらくね、20キロ、20キロってとこだと思います。うぅ、やりましたね。あんまり弱らすと嫌なんでリリースしますね。はい、よいしょ。20、うよ、うぅい、ありがとう、よいしょすごい疲れた旗だと思って。いやー、かっこいい。最高っすね。いやいやこれが奄美大島ですよ。いや、ほんとすげえな、初めて見た